はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。はい、というわけで本日もスプラトゥーン2の動画を撮っていきたいと思います。本日は、はい、若葉シューターで遊んじゃう感じ来ましたね、若葉、うん、やっぱり若葉使っていきたいね、ここは、うん、若葉はね、まあでも付き合いも長いんじゃないですか。いつからですか、あなたの付き合いは。いや、もうスプラトゥーン出てから出てからでも出た時はあんま使ってなかった、最初。いや、だって最初の武器だしな。ああ、そういうこと、うん、なんか一番使ったのいつだっけ、あの1の時。いや、ワンは割と長く使ってたよ。ずっと使ってる、うん、若葉。若葉っていうものから離れたことあんまないね、うん、今チームでも使ってるから。はいはいはい、うん、なるほど。またもや結局若葉に、うん、ああ、まあ僕原点関係ですよ結局はね、うん、まあその強みをちょっと見せていくということで、はい、今ルールは、今ルールはエリア行きましょうか。はい、ガンガゼ、行きましょうか、ガンガゼエリア。さあ、こちらの方のエリア、はい、今月はね、ガンガゼなかなか押し押しできてますけども。押し押しじゃん。あら、これは強そう。待って、うん、いい。いや、でもどうだろう、まあ、ちょっと重いかなぐらいだけど、まあ、前出れない、カウンター型だな。だからもう若葉行くしかないのよ。いや、行かない、ない、逆に行かない、行かない。さあ、まあ、で、とりあえず欲しいのはインクアーマー。戦ってる。インクアーマーの使い力気にする。ここで吐かない。なるほど。さあ、吐いた、吐いて、特に前出ない、もうこれ一緒。あ、でも見てね、ちょっとこれ、うん、空気の色はそこに。さあ、あ、前行って、前出ねえわ、前でダイナモ。もうこれは塗りに徹する。うん、塗りとボム牽制、ひたすら塗りだけで。ぐらくらい、ちょっと見てあげるので。あー、きついか。あ、あ、でもなんかすぐやり倒してるか、あいつ。さあ、でも塗られてるぞ。あの寿司だけマジ気をつけないと。まあ、ガー突っ込んできて1、2やられたらまずい。うわー、そういうのまずい、そういうのまずい。さあ、ジェットパックには、あー、いいですね、甘えない。ジェットパック来たらもう身を隠す。ナイス、ね、いいですよ。クゲルがもう前出てくれてる。さあ、3押し取ってるのであれば、ダイナモも前出る。俺はもう出ないよ、あれ。一番後ろ、マジ固い立ち回りし、つまんないと思うけど。してるよ、ごめんね、十分してるよ、見てる人、本当につまんないと思う、これ。じゃあ参考にしてほしい回ね、今回は、うん、これやれば勝てんじゃねえ回で、で、その雨は何になるんですか。とりあえず何か、うん、何か起これ、わかる気持ちは。雨ありゃ何かできんだろうと思うんだけど、弾入れてあげる。手堅いとできないです。手堅い場合は何もできない。硬いね、これは。あ、でも、ここで、さあ、ターニングポイント来るか、ね、1枚減ったことによる。しかし、ここで、若葉の塗り力が止めさせない。若葉の塗り力が塗り替えさせないによって、ここは中を、あ、これやだよね。これ、マジ若葉立ち回りしたね。マジ若葉立ち回り。若葉のやっぱ、あの塗りね、最後の塗りとか、うん、本当に塗り返せないし、うん、かつ、まあ、若葉はどこにでも影響の出るインクアーマーね、うんうんうん、これは強いわ、さすがです。はい、モンガラ、はい、さあ、モンガラエリアで若葉、はいはい。さあ、若葉はね、モンガラは結構この出ている橋で、若葉は何をしてくるのか。いやー、スライド多いなー。さあ、相手にはスパチに行くかな。あー、そっちに行くかな。さあ、こっち行って、右側から、まあ、一緒に攻めていく。まあ、裏にもいる、裏にもいる。ここはボムで。あれ、チェックアウトするんだよな。いや、なんで、そろそろ止まりそうだ、臭い。ここは一旦。おお、攻めに行く危ない。いや、これ入っちゃったよね。あれやな。いいですね。とりあえずこっち、これ、あ、くれてる。あ、ミサイルか。あ、あれはヒューの方がミサイルか。さあ、ヒューの方が勝ちました。とりあえずミサイルを無効化して、降りたのはラッキー。降りたのであればもう多分戻るんだよ、上に。多分この人の戦い方が多分そうで、これを壊すには雨とか欲しいんだけど、まあ、雨は僕は出ますしかない、うん、か、ジェッパか、まあ、ナイスサマでさっき、うん、
ですよね、プレッサーマン。さあ、あのプラス前に詰められてしまう。まだいいです。さあ、手前が切るのは。ナイス。ナイス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 。さあ、詰めてきた。カーを倒して逃げるとこ塗っちゃおう。いいですよ、だいぶ戦いづらいはず。上くんのダリエわさば何もできない。さあ、これに関してはどう動く。さあ、いやー、それにきついぞ。いや、もう完璧にできるだけ動かない。なるほど、まあ相手もね、そっから動かないというか、カウントの手だけですから。あー、ない。おお。ナイス。ナイスナイス。さあ、インクスカーマー使ってしっかり倒してくれる。ナイス。もうカウントはできるだけ取ってます。さあ、でも違うけど、さあ19カウント。さあで残り1段だけ怖い。で、ああ危ない。さあ、しかしこれは今取っていくのが、いや、これ変わってないんだよな。ナイス。さあ、北斎も相打ち。いや、でも大丈夫でしょ、相打ち。オッケー、やるだけだから。さあ、あー、いいですね。飛んだね、壁裏。これ俺見られてると思うから。うわー、ほんとだ。いやー、そこも当たっていたか。あー、やられたか。いやー、飛んでたかった。さあ、右奥崩れてしまったが、カウントの差、そして残り時間はあと1分24秒なんとなく見えてきた。さあ、でも相手に落ちる。いいですよ。ゴムダメが入ってましたね。さあ、ゴムダメがあれば仲間の球も入ってたから、きれいに。うわーっと、もう入られとる。さあ、ここは逃げる。さあ、引っ張ったが、北斎は勝てねえ、マジで。若葉じゃ追いついてしまう。北斎射程もね、来たのでない。飛ばしてもらえない。さあ、ここは一旦ビオリが入って、さあ、左側とりあえずはビオリを入れて、さあ、ここは入れて入っていく。はい、あ、怖いですね。さあ、でも2落ち。さあ、飛ばさせない。おー、いいですね。危ない抑え切ったね。いや、あの北斎よね、ずっと止めてた。まあでもあれでカウント取れたからね、逆に。そうだね、あそこでガンガン詰めてこられたら結構逆に辛いことが。詰めて倒されるとしんどかったけど、塗り合ってくれたから。塗り合いはね、若葉のボタンマスの、はい、ガンガゼ、はい、行きましょうか。オッケー。さあ、ガンガゼエリアで、はいはい、まずは編成が決めますね。うん、はい、なるほど。はいはい、若葉。さあ、これはアーマニーマイ、アーマニーマイ、スピアに反抗。あのケルビン、スピアだよね。スピア、スピアケルビン。うわぁ、ちょっと来たね。あー、さあ、相打ち。さあ、裏から、キャンセル。で、いけるぞ。さあ、塗り終わって。このエリア、意外と広いですね。さあ、ここは、塗り出しておいて。いやー、もう…いや、裏も見てない。あー、マジか。欲
いや、これ水です。ナイス。しかし、ケビリンが見ている。いやケビリンが長い。まずいね。さあ、だいぶ詰められましたね。まずいね。かつ、カウントもだいぶ進んでるぞ。さあ、サオチ、ナイちゃん、ナイスチャンス。前振りを受けて、さあワーカーまで前振りしまくり、前振りして、おお、ナイス。いや、さあここは、おお、いや、あ、いいっすね。さあこれだいぶ今、うわー、しかしケルビン、ケルビンの一撃は重い。さあ、ただそれ避けて、いいね。ラインは、ラインは下がってないよ。さあ、しかし刺さり、来てるぞ。ここは無理したくないが、二人いる。いやー、どうだ。ラピン一人でも、あー、2位やって、1位やって、ケルビンが、うーん、危ない。さあ、しかも動いている、飛んでる、飛んでる、惜しい。さあ、またもやこれはリーズなのか。どうもやって、いいよ。さあ、いいですね、ナイスペナー、ナイスボブ。これがキャンピングシェルターやってるんですね。これができる。さあ、これで、どうせキャンプがどっかから流れてくるの。左側、いやー、いいね、キャンプが。あー、チーター、うわー、やっぱ、いやー、タイミングよく甘つくよな、やっぱり今あると。さあ、甘がないと、甘がなければいけたか。あー、これやばい、大丈夫か、白カッティー、キャンプか、ナイスですね。いいよ、丸見え、ナイス入れて、さあ、スピア使って追い詰めている。ナイス、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 目の前倒していく。さあ、ここはもうあとは時間の問題。当てるが、いいよ。さあ、下がられた。残り1分。さあ、戻る。おお、いいっすね。じゃあ、穴を絶対入れる。さあ、インクは回る以上もう簡単にやられないはず。怖っ。いや、ここナイスですよ。さあ、一旦逃げて、残り30秒。で、キャンプ死んでる。やっぱ無理くりでいける。しかしその飛びはアウト。素晴らしい。 OK。 いやー、これはもうしっかり、うん、いや、だいぶ動いたね、うん、だいぶいろんなとこ動きながら、でもしっかりやるとこやって、キャンシェル抑えたらでかいね。キャンシェルはね、なるべくやれるとこはやりたいのよ、あいつ邪魔だから。マジで活動できないようにするのが大事と、うん、まあ一応ああやって狙い済ませば、狙いすませばね、倒せんだけど、塗りも取んなきゃいけないから難しいよ。あの場を作るのね、うん、なるほど。はい、箱ふぐ倉庫にて今日の週いきましょうか。はい、さあ、今日の集大成を集中してみてる試合、今回は、うん、箱ふぐでアサリになりました。こちらの方で見していきましょう。さあ、今は編成的にはまあだいぶ入れに行くパーツがすごくないですね。では相手の方は、さあ、左側入れたくない。ここは
サイは僕は辛いの。怖いですよ。まず一応やって。右入って。相手をどうにか。タイガーさん2枚いった。真ん中で焦ってきている。右になんか入ってる。裏から。まだ見ていた。カメで見えなかった。さあこれはだいぶ左からも入ってきてる。相手の攻め方いいな。これは合ってる。ナイス。ナイスですよ。さあ止めて。みんなで詰められたらここは一旦難しい。さあ残り2個で出来上がる。ナイスオム。おお死んでる。あーと3落ち。ここはまだ入れられない。おおそれは得意か。いやーいやーもういけたと思ったけどな今な。倒せました。ナイスかも。ナイスですよ。右からなんか来る。右なんか行ってない。これ入れるのしんどいね。あっちゃった感じだ。まいってこれでタイミングを作りたいが。あ長いねプライム。おおいいボムだ。さあ見たかが。さあ作っちゃってガッと入れに行く。さあまずは20カウント入れた。残り2分のせいで、とりあえずリードしたいよね。とりあえずはリード。入れに行っちゃう感じだ。ナイスー。でこれで後ろ向く相手がなんだって。そうなると増える。素晴らしい。ナイス。さあ後ろから見る始めてる。どうぞ。で、さあまだたまるぞ。これは強いドリンカマー。ナイス。さあ残り1分15秒。作れるか。作れる。入れれない。惜しい。ナイス。間に合わない。間に合ったことにしてよし。あいやくそ。これがやはり射程を使われてしまって厳しい。ナイス。さあ B コンあるかけて。これ全然空いてあるんだよな。まあ60カウントはそんな怖くない。うんまあ大きいの2個だからね。抜けて入れられるのが怖い。あっ、抜いて、これはもう抑え込む動き。やられてねえか。さあ、ハイサイドが作れる状態にしておき。おやったー。これは大きいのは作ったかったね。あ、ほんとに。おいおいおい、アサリをばらまくことはしない。さあ、これは相手の大丈夫じゃないか。2落ちして3落ち消えて、おー、ナイス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 。いいね、やっぱ
リンクアーマーの信頼感もね、素晴らしいもん、ね。まあでもこの若葉は強くないだろうな、アサリは。あ、ほんと？うん、まあ、まず、若葉的な位置はね、エリアが強いけど。さあ、あ、でもまあ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 、まあ、素晴らしい、うん、素晴らしいサポートです。はい、というわけで、はい、今回は若葉使って、まあ、エリア、そして、まあ、アサリも見せましたけども、うん、やっぱりこれが、まあ、ノリスケイズム。うん、ノリスケイズム若葉、ね、1試合目とか特にもう若葉の強さめちゃくちゃ出たよね。はいはいはい、うん、ね、あんなに、まあ、やっぱこう短射程だからこそさ、うん、前行って戦うのかなとかって思う部分もあるけど、うん、実は後ろに塗っときゃいい、ずーっとエリア塗っとくボム投げて牽制して、うん、でインクアーム上げて、うん、まあでもそういう意味ではね、こう危険が少ない武器ではあるかもしれないね、うん、はいはい、でそういう意味でもおすすめというところ、ぜひと皆さんも後ろでの若葉使ってみてください。はい、というわけでここまで見ていただいてありがとうございました。コメント、評価ボタンのクリックもお待ちしてますので、ぜひともお願いします。お願いします。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。よいしょ。いや、撮ってます？撮ってるなんでそう、なんで今ちょっと開けたんすか？ここ見せないと、中身、うん、あ、T を見せたいの？ T を見せたいの、うん、これ脱げばいいじゃん。じゃそれは寒いの、それだと肌寒いから、 T 見せ、 T 見せ、 T 見せファッション。あ、そう、うん、 T、 T 好きはやっぱそうするから、だから前開けが好きなのよ、パーカー、 T 見せ。ここがこういう透明なトレーナーあったら買うもんシースルーの、そうそうそう、ありそうだな。なんか結構さ、あの、うん、コンバースのさ、はいはい、靴とかでもあるの、あの靴、中の靴下が見えるシースルーの。ああ、なるほどね、うん、いや俺背中それのやつあったらマジで欲しいもん。あの背中にさ、めちゃくちゃいい絵描いてある T シャツあるじゃん、うん、でそれ見せたいって時にやっぱ着たい。作ったの？それ作るかな、それ作る、ちょっと、あ、見たことねえな、確かに。聞いて、ちょっと作ってみよう、うん、チャンネル登録お願いします。